スワンナプーム国際空港は、タイのバンコク中心部から 30km 東方のサムットプラーカーン県バーンプリー郡にある国際空港である。2006年9月28日に開港した。スワンナプームとは、サンスクリット語で黄金の土地を意味する。地図前形式地面積は3240ヘクタールで世界有数の規模を持つ国際空港である。 2本の滑走路を持ち、最大で1時間に76便の飛行機を離陸させることが可能で、年間に最大で4500万人の輸送が可能である。計画では4本の滑走路を建設することになっており、そうなれば理論上、年間1億人の輸送が可能となる。長らく、バンコクの空の玄関であったドンムアン空港に代わる施設として建設されたため、 ドンムアン空港の空港コード BKK が継承された。格安航空会社専用の空港ターミナルビルが建設される計画があるが、複数の格安航空会社がドンムアン空港の継続使用を当局に要請し、認められた。3本目の滑走路を既存空港の西側へ建設することが2013年9月19日に決まった。現在、 工事中で2021年の完成を予定している。滑走路の長さは4000メートルで整備される。第二次世界大戦前後の民間航空の発達期を通じて、バンコクは大規模な内戦や内乱がなく、政治的に安定し、他の東南アジア各国に乗り入れやすい上、ヨーロッパとオーストラリアを結ぶカンガルールートの中継地点という地の利があったため、ドンムアン空港は、 東南アジアのハブ空港として機能していた。しかし1960年代以降の航空機の大型化や大国内並びに東南アジア圏内における航空需要の増加に伴い空港施設が手狭になったため新空港の建設計画が立案された。1973年他の無制権時に空港の用地買収が完了した。 しかし同年に発生した10月14日、政変によりた、ノーム首相が辞任し、計画が凍結された。1981年、シンガポールに最新の設備を備えたチャンギ国際空港が開業し、東南アジアの新しいハブ空港となった。その後何度か、この計画が現れては消えたが、1996年に、バンコク新空港株式会社が設置され、 造成工事が開始された。しかし1997年にはアジア通貨危機に見舞われ、またもやお蔵入りになりそうになった。その後、建設費用取得のための円の借款交渉で、日本国政府との間に多少の問題が起きたものの、空港会社設立から6年後の2002年に、ようやくターミナルの建設が開始された。ターミナル及びスポット。 外観チェックインカウンター外ターミナル通路本来は2005年9月に開港予定であったが空港の計画変更、システムチェックなどにより工期が伸びた。2006年7月29日に国内航空会社による航空機を使ったテストが実施され9月15日より一部の航空会社が就航した。9月19日に軍事クーデターが起きたが 予定通りに9月28日午前3時、スワンナプーム空港が正規開港した。正規開業後、最初に到着した旅客便は、ウクライナのキエフからのアエロスビート航空であった。また、最初の出発便もキエフ行きの便であった。空港ターミナルビルは、ドイツ人建築家のヘルムートヤーンが設計した斬新なデザインである。 新規オープンの大規模空港に多く見られるように、開業直後には様々なトラブルが発生したが、現在は解決している。その後も夏季のようなトラブルが続いていたが、だいぶ改善が進められている。また東空港では、開港直後から滑走、誘導路上に亀裂、損傷が多数発見されていた。開港半月後の2006年10月半ばには、 東側滑走路端部に亀裂が発生した。その後も亀裂発見の報告は増え続け、確認されているものだけでも100カ所以上に上った。また、ターミナルビルにおいても、ボーディングブリッジが破損するなどの被害が見られた。このため、空港を管理、運営する対空航行舎では、滑走路を一時閉鎖して、補修に当たった。この影響を受け、一部フライトが上空での待機や、 大体空港への着陸を余儀なくされるなど、空港機能に一部支障が出た。破損の原因としては、不当沈下が起こりやすい、小宅地を埋め立てて建設されたことや、整地の際に、粗悪な砂を利用した、思考不良の可能性が指摘されている。なお、西側滑走路は別の業者が受注したため、ひび割れは起こっていない。上記のように、東欧空港は、 初期の試行面で欠陥があることや、都内までの距離が、ドンムアン空港に比べ遠いこともあり、国内の一部航空会社から都内に近い、ドンムアン空港を再使用するよう求められていた。対航空当局ではこれらの要請を受け、国内線に限り、ドンムアン空港に再移転することを認めた。2007年3月25日より、大国際航空と、 格安航空会社のノックエアとワン・ツー、合航空が移転した。2012年10月1日より、タイアアジア、エアアジア、インドネシアやアジアが移転した。2008年11月、ソムチャー・イオン・サワット政権に反対する民主市民連合による反政府運動によって、空港ターミナルビルが占拠、封鎖されてしまい、国際線航空機が発着できない状況となった。 そのため、大国軍基地を兼用している、ウタパオ国際空港を代替の国際空港として使用したが、ソムチャーイ政権の崩壊で、反政府団体が撤収し、9日後に再開した。東空港をハブ空港としている、大国際航空は、民主市民連合が9日間にわたって、バンコクの2つの空港を占拠し続けたことで、欠航や予約のキャンセルで、 約520億円の損害があったとし、民主市民連合に損害賠償を請求した。2013年から空港ターミナルの南側に A382 も対応するものも含む29の搭乗口を備えたミッドフィールドサテライトコンコースの建設が行われており、供用開始は2020年末を予定している。 原ターミナルとミッドフィールドサテライトコンコースは地下を走る新交通システムで結ばれる。2018年6月、原ターミナルの北西側に第2ターミナルの建設計画が決まり、2022年に開業する見込みである。第2ターミナルは大国際航空、タイスマイル。 バンコクエアウェイズの3つのタイの航空会社専用となる予定で、現ターミナルの A コンコースと連結される。4回ドイツ人建築家のヘルムートヤーンが設計した。空港ターミナルビルを一つにするワンフロア戦略により、搭乗や乗り継ぎも便利な構造になっている。単体の延べ床面積56万平方メートル。コンコースシーアポートレールリンク駐車場からの 外観到着外車寄せチェックインホール入り口2011年5月まではエアポートエクスプレスという空港連絡バスが運行されていた。なお、パッタやホアヒニキなど一部はターミナル1階のカウンターで空港発のバスがある。ありがとうございます。